感は抜群なんだよね。おはようさんちゃん、おはかろん、よんちゃん、なんでやねん、食べてーだって。わー、アイスクリームじゃん。アイスクリーム、ありがとうございます。食べます。おしい、おはようさんちゃん、お目覚めは普通グググぐらい。うん、あのカノンはいつも6時40分ぐらいにならないと起きれん。今日は5時に1回アラームをかけて起きたんですよ。起きてないんだけど起きたのね。こう一回パッてなったんだけど、結局全然動けなくて、ちゃんと頭が起きたなる6時40分でした。おはよう、ゴリ、ヒャッホーイ、おはようございます。おはようさんちゃん、あ、ソフトクリームありがとうございます。こんこん、マロマロ、今週もよろしくお願いします。そっか、月曜日だ。おはー、おはようさん、ヨンちゃん、なんだよねん、ホワイトだ、頑張る。皆さんも今週も頑張りましょう。今日誕生日なの、気合入れて、あー、気合でいいの気合、気合で、気合だ。じゃあお誕生日の方にはもちろんね、ケーキを、ハッピーバースデーさん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 、ふっしょ、おめでとうございます。近いですね、お誕生日。バチ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 、おはようさんちゃん、おはようサンフランシスコ、こうだ、元気ですか。元気があれば何でもできる。お、お、こんばんにゃんたろー、ありがとうございます。そう、あの特報のなんだっけ、あのツイッターのやつも見ましたよ。すごか、もうすごいクオリティでびっくりしました。ありがとうございます。そうなんですよ、ヤバトン行きました。めっちゃ美味しかった。うん、あれはね、ちょっと何、ヤバトンはあの、まあずっとカオも食べたかったんだけど、あのスヌちゃんのあのレッスンを迎えに行った時に行くぞってなって、スヌちゃんが前にずっと行きたかったんだけど、スヌちゃん行くぞってなって、えっってなって、あの服のまま行きました。おはようさんちゃん、おはかのん、あ、おはようかのんちゃんだって、ありがとう。ニキちゃんには挨拶しなくていいんですよ。オグラトーストフレンチワッフルあげておきますね。ニキちゃん、さよならね。どうにか生誕祭までに、もうかさぶたなんでね、もういなくなると思います。ニキちゃんに挨拶はいいですよ。皆さん、目覚めると起きるの違う。そうなの、目が覚めるっていうか、なんか本当にあの、うん、そうなのよ。喋ってたりとかスマホ見てたりとかするんだけど起きてないんだよね、頭が。おはよう、おはようさんちゃん、マロマロ。だからその時に話しかけられたこととかほぼ覚えてない、ほぼ覚えてなく、ね、ほぼなんか曖昧だから危険だよね。おはようさんちゃん、みきちゃん、みきちゃんはもう、いや、誕生日おめでとうございます。嫌いじゃないよ嫌いじゃないよ火が消えました。エブトン仲間で、そうですね、皆さんが食べてて美味しそうだなってのはあったんで、今日もすっぴんでございますので、ニキちゃんは大紹介って感じです。ありがとうだって、こちらこそ。あ、こんばんちゃん、ゆんちゃん、なんでやねん、まろまろ、ありがとうございます。さんちゃんの声しんちゃんに少し似てるね。あ、ちょっと今ね、朝は多分低いね、いつもよりも。うん、おー、ちょっとガラガラしちゃう。おはよう、はかおさんちゃん、本当におめでとうございます。あれ、いくぞ、お花がむずむずするけど、さんちゃんとん、さんちゃんとんになってなかった、さんちゃんとんになってた、え、さんちゃんとん、さんちゃんとん、さんちゃんとん、年休一発目の仕事気合入れてくる、あ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 、仕事お頑張ってください。いきますよ、せーの、キュキュ気合いだー、おい、お仕事ファインティンです。ミキちゃん強い、もう嫌だわ。ヨンちゃん、なんでやな、おはようさんちゃん、
また好きかな。マジで？こちらこそ。富士山ちゃんお届けありがとうございます。チケットそうなんですよ。じゃああのね、あのあれです、お鼻が戻す、あの全員野菜のお知らせをしますね。今度の5月12日お誕生日当日なんだけど、生誕祭の全員野菜ということで、生誕全員野菜を行いたいと思います。アクション。はい、ということでですね、何時からにしたっけ、え、何時からにしたか忘れちゃった。7時からだったか、何時からにしたか忘れちゃったぞ。でもとにかく5月12日に誕生日会みたいな感じで生誕前夜祭をやります。チケット情報はもうしばらくお待ちください。おはようさんちゃん、お花お休み中、おはようございます。あ、母の日はですね、ちゃんとちゃんととか言ったらあれだけど忘れてなくて、あのそのままに今年はですね、靴下の詰め合わせとあとお菓子をプレゼントしました。いつもありがとうって言って、そんな感じでございます。9月から7年目の制服の目公演が配信中、かわいいですね。あ、そう、カノも昨日見たんですよ。ちょうど途中からになっちゃったんですけど、見て、結構制服の目公演ってあの We are growing up 公演に含まれてる曲もあったりとかして、すごい見たかったので見ました。なぎさんの初見です。なんでやねん、初見って書いてあるけど名前がもう本当に、なんちゃんもにきちゃんもダメ、にきちゃん大好きだわよ、ですよ、大好きだ、君が大好きだ、ありがとうございます。はやさんちゃん、やぶとんのとんかつはみれちゃんのところのパールが使い、そうなの、え、そんな、え、本当に、いえ、おはようグルートととととと、ありがとうございます。じゅんちゃんなんだよね、バースデーウィーク、そうなんでございます。背景も変わっちゃって、はやさんちゃんありがとう。今日は新入社員さんの研修のせいです。お、一日喋るぞ、頑張るぞ、だって頑張ってください。あの喉を壊さないように、あの喉飴とか舐めながらやってください。なんだよね、今週は生誕祭、そうですよ、もう生誕祭ですよ、楽しみですね。テロップは16歳もあと2日、誕生日まであと2日のどちらかにするの、あ、どうしようかな、しようかな、誕生日まであと2日かな、誕生日まであと、え、あと1日だと11の話になっちゃうから2日だよね、合ってるよね、2日、イエイイエイ、 OK、 これだとね、分かりますね、あ、今日が誕生日なんじゃないんだって。背景は3日前から変わりますから嫌いじゃないよ。おじさんちゃん完了ありがとうございます。皆さんおはよう、全員野菜、野菜じゃないよ、生誕全野菜、イエーイ全員野菜、週の初め、嫌いじゃないもん。19時からありがとうございます、カノンより詳しいですね。ケーキ用意しときましたって、ありがとうございます、嬉しいな。おはようんちゃん、なんでね7時、朝6時だ、あ、頑張って、おぎらえず頑張って、全野菜じゃないよ、うん、全野菜、そう、ケーキ、ケーキ、今年もケーキダイブがあるのかっていうね、その辺も注目していただいて、全野菜外れたらトレードあるのかなって知らないですでもあれですね、配信なので、あのキャパっていうんですか、もうキャパ無限大なんで大丈夫です、そんなことはないはず。生誕祭でいいの、生誕、劇場のが高野菜になっちゃう
つもね母の日とかそのままさありがとうございます、すんちゃんとすんパパとあのみんなで感謝を伝えました。うん。今日目覚めお届けありがとうございます。誕生日当日は前夜祭からの翌日生誕祭、そうでございます。楽しみですね。トン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 ヤバトン、トン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 、ノノニート、おはようさんちゃん、だるまちゃんが来るんだ、ありがとうございます。もうニキちゃんの方が好きって言った、星になってるけど、うん。ヤバトン本店の近くに天むすも有名な、え、そうなんだ。昨日のエス公園残ってるの、ピオスツーランチだけ時の流れますねだって。はあ、もうそんだけしかいなかったんですか。確かにそうか。はあ、なるほど。ゆねちゃん、ゆんちゃんなんでやねん、うらまるがすごくぐったりしてるの。からもうちょっと配信前に思ったんですよ。配信前にこのインカム見た時にまあいやってなりました。おはよう、生誕祭公演楽しみ楽しみ楽しみですね。最近16人公演見るとメンバー多いなとかで言うようになります。はい、すごく思います。そう、あとアンコール、皆さんのアンコールを聞いておーってなりました。毎回なります、16人公演見ると。おはようさんちゃん、おはおかいどはでっかいどー、ケーキダイブしたニキちゃんが書きちゃうから、ここを避けてこういう、で生誕祭までに直す、生誕祭12日までに直す、頑張る頑張る、うん、日中の生誕祭を基準にしているのが前夜祭、そうなのよ。生誕祭っていうのをあれにするから、生誕前夜祭、誕生日会はまあ誕生日会で通ってたんだけど、さんちゃんお茶になっちゃった、おはようさんちゃん、今日は自分はチョコレートケーキを用意したんだよな、いいな。前夜祭声を返さない、そうだよね、当日13、当日っていうか13日ね、ガラガラの恋を語るしちとかなったら大変だから、だるまちゃんが転んだ、ありがとうございます、おはようさんちゃん、だるまちゃんが転んじゃって、よんちゃんなんだよねん、なんちゃってポーズ、おはようさんちゃん、よんちゃんなんだよねん、半袖はちょっと肌寒いです、でも着るのもめんどくさい、ちょっと今日はめんどくさがりいいですね、かのんさん、今週最初に行ってきます、いってらっしゃい、ホワイト、よんちゃんなんだよねん、みきちゃんのことは嫌いになってもみきちゃんのことは嫌いに、すごいなんか聞いたことあるような、ないような、絶対嫌いになりません。天みすの店は千住、もし機会があれば千住、千住、千住、なるほど、仕事行ってきます、いってらっしゃい、いい、生誕祭ではにきちゃんに会えないのか、そう会えないはずだから、おはようんちゃんなんだよね、俺は昨日誕生日でしただって、おめでとうございます。あ、昨日お祝いしたっけ、したっけ、したっけ、もう5月ね多いんですよ、まあカノンのあとの誕生日で、あの誕生日っていうのがねあれなんですけど、はい、ハッピーバースデー、さあ言った気がする、もう一回やっとくか、ハッピーバースデー、言ってないか、さあハッピーバースデー、さあハッピーバースデー、さあおめでとうございます、へっ、何回お祝いしてもいいですからね、おめでとうございます、おはーぴょ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 、貴様にありがとうございます、あと2日間いよいよセブンティーンが、セブンティーン、セブンティーンになっちゃうよ、先日卒コンの帰りにヤバトのロースカンカツ定食を食べたのが懐かしい、また食べたいな、だってね美味しいよね、すりごまめっちゃ美味しかったかな、面倒だから好きかの飛ばして、違うもん、本当に今日はだこんなにさ毎日言われててさ飛ばしたいわけないじゃないですか、なのに今日は飛んでましたか。お誕生日おめでとうございます、お仕事行ってきます、いってらっしゃい、スランで思い出した、いつか走れペンギン歌ってくれたらなと、ああそうだ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 、走れペンギン歌えないけど流しようかな歌えないけど流そうかな、パチパチパチ、いちごが消えちゃった、いちごじゃないもん、にぎちゃんおはようだって、おはようしなくていいもん、火が勢いよく、そうなのよ、お今日は頑張って走ってるかのお弁当、
今週末は最後のトーク会ですよ。だってもう今週末、まあ、今週なんかいろいろ盛りだくさんですね。嬉しいな、忙しいとは嬉しいです。98日連続ありがとうございます。うおー、かもなんか今日はいろいろなんか皆さんが配信を始める前に、あ、今日はこんなこと話そうかなとか、まあ、カノンもそうなんですけど多分考えてくださってるから、コメントでいろんなことがある日はいろんなことがうわーってくるんですよ。なので一つ一つこう話したいことがカノンは多すぎて、そうするとあのコメントが渋滞なんですよね。とりあえず今日は走ってみました。だるましゃんが転んでありがとうございます。おはようさんちゃん、にきちゃんの存在感、18日ありがとうございます。15日のトーク会は大丈夫そうだね。さっちゃんデビューだね。おはようさんちゃん、よんちゃんなんだよね。メンターも懐かしい、糸みきみきの高速学習。いいやって、あ、そういうこと、いいやってびっくりしちゃったよ。なんちゃってポーズ、うん、走れペンギン、ラリルレ、走れペペペペペペ、喉が、おいらは初さんちゃんトーク会何を話すか考えるだけでも楽しい。だっていいですね。コメントが追いつかないのはさんちゃんの写真が出てるね。今日は追いついちゃった。おはようございます。ただいま休憩中です。はい、休憩してください。もう休むときは休むっていう。トーク会となりね、みきちゃんならいいな。だってなんで、なんでですか。やっほー、沢田やっほー、だってやっほー、走れコメントを待って、お仕事行ってきます、行ってらっしゃい、今日は仕事行ってまいる、頑張って。今日はお早い出勤の方が多くて、はい、ピエですね。さあ、トーク会も緊張してきて、早いよ、心臓持たないよ、気をつけないと。イントロのなんて読むのこれ、ふん、ん、ピーン、ピピピピ、コメント拾ってもらえるのはすごく嬉しいんですが、無理しなくていいですよ、自分で話したいこと優先ですね。ありがとうございます。はさんちゃん今週は夜勤頑張って、コードか、クラッカーありがとうございます。落ちても優しいよ、だってありがとう。おいらのコメント打つのが遅い、追いつかない、だってわお。ヤバトンまた行きたくなりました。味噌カツ好きなね、カノンはあのヤバトンの全部のやつにしました。スヌちゃんは味噌カツとヤバトンのやつにしました。まあ、これはどうでもいいんですけど。作曲してるのが何気に小田哲郎さん、あ、この曲、ケーキダイブするときはアップルパイは、アップルパイはあのダイブはできないです。ダイブしてもいいんですけど、走れペンギン、ペンギン食べてらって、ありがとうございます。アイスクリーム、アイスクリーム、ゆっくりさあ、みっちゃんにまたキャッチフレーズするだってダメ、みんなのなんな、そうですね。今日のかのちゃんの好きなところ、コメント一つ一つを丁寧に拾うとこ、くれぐれも無理し、あ、無理しないでね、ありがとうございます。嬉しい、おはよう、1,2,3ちゃん、ありがとうございます。必要な情報だって、何話したっけ。ヤバトンご飯食べ放題、そうそうそう、あるのよ。でもあの本当にトンカツがもう、ま、なんだっけ、わらじトンカツって言うんだっけ、もうめちゃめちゃ大きいから、そんなおかわりなんてもう考えてる、考えられなかった。おはようさんちゃん、あ、2番の歌詞がいいの、ちょっと歌詞をお届けできないんだけど、カノンの口からは。では週末のトークから楽しみに仕事に戻るので頑張って。
昨日は母の日のケーキを買いに行ったところにはアップルパイはあったけどリンゴドーナツはなかった。あ、そうなんですか。あ、もしかしてあのミシちゃんのママさんがくれたところに行ったんですか。ん、そういうことじゃないか。そう、リンゴドーナツめちゃ美味しかった。ヤマトンの味噌カツにすりごまあるね。すりごまってなかなかないよね。からしは見るけど。マロマロ出張しなくなったの で東京駅のヤマトンにも行ってないですか。そっか、コロナだね、出張なくなったのは多分。お誕生日おめでとうだって、ありがとうございます。マロマロ配信で食べまくって胃袋が鍛えられてるでしょ。いやいやいや、それでも多かったかな。ボリューム満点。おはよう。昨日の母の日はコンビニでショートケーキを買うことしかできない。いいんですよ、もう気持ちがね一番ですから。気持ちを伝えることがねできたらもうそれはもう全もう OK っていうことです。母の日、お、カーネーションを飾りましたか。喜んでると思います。さわだかのんちゃん今来たねーだって。わだかのんちゃんになってるよ、ワンちゃんになっちゃうよ。トーク会までには足直ってほしいな。そうだよね、また歩くたびに大変なことになってます。てかおったおめ、そうそう、あと2日でございます。さあ、シーペンギン歌えなかったけど聞きました。聞きました。ヤマトンの豚汁は普通の豚汁と違う。そうなの。ただお味噌汁のままにしちゃった。多分豚汁もうね絶対美味しいと思うんだけども、本当にもうお味噌汁で十分って感じだったかな昨日。スラントミナルント10期生でヤシレペンギンやってほしいな、だって。おー、やってみたい。ヤシレペンギン、マロマロありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日は何を話したかを振り返る。今日はそのすごい勢いでコメントを走ってきたから、走れペンギン、そう走ってきたから、あの一つ一つ話す。何の話したっけ。ダメだ、忘れちゃった。忘れちゃった。何の話したっけな。何の話しようと思ったんだっけな、忘れちゃいましたね。もう話したかな、意外とうわーって話しても話しちゃったかもしれない。私と16歳に思うこと。いろいろ忘れちゃった。いえ、ヨンちゃんなんだよね。スヌちゃんとヤバトン食べに行った。そう、スヌちゃんとヤバトン食べ、まあヤバトンの話はもうしたよね。押しちゃった、押した押した、押された押された。YouTube にアップされた伝説の前田敦子さんの卒業公演に感動。おっ、アップされたんですか。生で見れたこと羨ましいだって。もうすごかったんだろうな。カノンは全然チェックできてないんですけれど、食べてないが近所のとんかつさんのとんかつ定食のご飯をカツ丼にできるらしい。卵を入れる、卵をかけると、え、カツ丼にできると、え、カツ丼か、あ、え、あと長いっぱい、セブンティーンになります。外資決まりましたね。外資まではまださ、時間がありますね。でももう13年だなんて、うわお、また SK が新しい歴史を刻んでしまいます。いいことなんですけど。ヤバトンご飯にお味噌をかけてってお願いするとお味噌ご飯を持ってきてくれます。あ、そういうのは早く教えてくださいよ。そして昇格かな。そう、昇格もね、もうそろそろね、ちょっと頭をよぎる、はい、ことが多くなってくるですよね。期間的にもね。あ、でももっともっと頑張らないと。おはようさんちゃん。ヤバトンもう1年以上食べて、本当ですか。劇場行くとき前を通るんだけど、いつも混んでたなって。ああ、そっかそっか、おはようございます。混んでるとね、なかなか行けない。今週も頑張って、頑張ります、頑張って。おはよう。カツ丼にカツ丼がつく、カツだらけ、もう本当だよね。頭混乱しちゃった。
この前の卒業メンバーに会ったって話や、ああそうそれしようか迷ったんですよ。してもいいんですよ、してもいいんですけど、そろそろねもう気になりますよね。ちょっとどうしようかなって思って、明日ぐらいにまだねなかったらカノンの口から話そうかなって思ってたので、そうします。とりあえずカノンはまだ16だから、ちゃー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 、ヨンちゃんなんでね、ヤバトンでご飯3杯おかわりした、すごい、それはすごいわそれはすごいわ。来週までコロナが少しでも落ち着いてほしい。そうですね、ね、今ちょっとまたこういう感じじゃないですか、感染者の数とかですね。絶対前夜祭は何をするか考えてます。もう考えてるんですけど、ちょっとできるか分かんないですね。やるつもりではいるんですけど、内容はでも当日まで秘密なので言わないんですけど、どうなるかな、どうなるか、でも楽しめたらいいなと思って、楽しくなるといいなって思って考えてますので、はい。そう、あとあれだ、それに関してだったか忘れちゃったけど、ツイッターにね、今までの生誕、あ、今までの生誕祭じゃない、今までのショールームのいろんな場面、やってきたイベント的なことを振り返ってくださってる動画があって、お写真かなんかで、まあ動画もありつつって感じだったと思うけど、そう、お写真かな、動画になってたのよ。すごいいろんなことしたなって振り返れて、そう、すごいすごい完成度、すごいすごい嬉しかったです。こういろいろやってきたなって思って見ました。そう、ファンの方が作ってくださった動画にあったんですよ。ぶっちゃけ今の元気で昇格しておかしくないレベルにあると。本当ですか、あんだけ元気少ないのすごいと思う。だって頑張ります、頑張りますね。アナちゃん、ミオちゃんがブログでカノンちゃんの生誕祭盛り上げるぞって書いてくれてる。よきどきです、本当ですね、嬉しい、嬉しいな。昇格とか領域とかいろいろ、そう、いろいろよぎっても大変です。頭が最近気になっているのが、唇をかみしめて頬を膨らませる表情。ん？いい。くせ、え？ん？これ？くせかな？わからないです。この前のシャッフル公演ではなんか歯を呼吸楽器を笑ってるのがあって、びっくりしちゃいました自分で。なぜその表情をしているの私はって。カツ丼ご飯にカツを食べる。やつね、へえ、そういうのがあるんだね、本当に嘘じゃなくて、へえ、了解でした、ってありがとうございます。いっぱったー、あよさちゃん内容あるよ、内容はあるよ、ゲスト出演ありますから、って今のところない予定です。ツイッターたくさん上がってましたね、楽しかったです、懐かしいね、そう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 、そうなんですよね、あ、こんなこともしたなとか思いながら、去年の誕生日の時のさんちゃん生誕祭公演配信の印象が強いだね、そこで知ってくださったっていう方も多いと思います、はい、甘いものは劇場生誕祭もお預けよ、お預けよ、それはそれで可愛いだで、その表情可愛いですか、あれ、お誕生日ケーキはチョコレートケーキですか、まだ決まってないです、決まってないよ、でもチョコがいいなって思ってます、あ、でもフルーツのタルツとかでもいいなって思ってます、まあ、何でもケーキだったら美味しいのでオールオッケーって感じでございます。生誕祭で話す内容とか考えてる、1ミリぐらい考えてる。おはようさんちゃん、シャッフルシャッフル、あ、シャッフルフルフル、公園でかのんちゃんの表情見るのも好き、好きな表情ですよ、だってありがとうございます。いろんな表情をしたいなって思っていて、今の課題はその曲ごとに表情を変えるのを、そのなんていうのかな、
なんか楽しいかっこいいだけじゃないみたいな、なね、逆になってないね。楽しいのと切ないのだのだけじゃなくて、この曲はこうだからって言って、こうなんか一曲ずついろんな表情ができたらいいなって思います。おはよう。今日の目覚まし占いの大須田は8位、相手の本音を誤解する、お言葉ではなく表情に、あ、カモンが誤解しちゃうかもしれないの。なるほどね、珍しい占いだよね。そんなことないですか、自分がなんかしちゃうとかじゃなくて、まあ誤解しちゃうっていうあれなんだけど、はい、わかりました。表情を見てお話をしたいと思います。ちょっと今皆さんの表情はあの絵文字ぐらいしか見えないんですけどね、カメラをいくら見ても。カノピーまたニキちゃん育っちゃうよ、ダメだよ。ツイッターのコメント撮り前とか公演前の この前の公演の自己紹介でみおちゃんが話して、後でしてたから、うんうんってことか、うんうん、癖だね。なんか意識してないかも、自己紹介の時とか特に、パフォーマンスの時はなんかいろんな表情したいなと思って意識的にね、やる時もたまにあるんだけど、でも自己紹介の時とかあんまり、ね、意識してないので癖ですね。生誕祭といえばお手紙も気になるね、だってね、誰かな誰かな、分からん、全く分からん、全く分からんよ今。1ミリメートルぐらい考えております。わらび餅ケーキだね、だって、どんなケーキ食べてみたい、わらび餅ケーキ、あ、美味しそうじゃないですか。かぶりついたらきな粉がファーッとね、大変なことになる。去年の生誕祭配信の頃はまだかのんちゃんのことよく知らなかった頃、うん、確かに今回は知ってる方も多いと思いますしね。何を言ってるか何を言ってるか分かんなくなっちゃった。前夜祭すんちゃんのお手紙披露あるかな、あれば楽しみですね。どうかなどうかな、うん、すんちゃんと同い年メンバーは大谷由紀さんです。てかそれ以外の方はいないと思います。こちら見られると困ります。ジロミー表情見てね、だって表情見ます、笑ってらっしゃいます。クマちゃんとか歌詞を追っかけての表情変化の情報量めちゃめちゃ多くてすごい、ね、そうですよね。前おはよう、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 おはよう。今日はね、うん、結構早めに、うん、あの準備が終わったから、うん、何来ました来ました、すずちゃんが来てくれました。じゃあ皆さんに改めておはようございます。おはようございます。おはようございます。本当はね、うん、20分とか10 18分ぐらいで準備終わったんだよ。あ、そうなの。そう、そう、今日は早かったもんね、すずちゃんは。何時に起きた。5時30分とか40分。カノンが多分かけた目覚ましでみんなが起きた感じだよね。そう、そうそう、カノンがかけた目覚ましでみんなが起きちゃう、うるさくて何回もなるから。そう、じゃあ今日は何をしに来てくれたんですか。遊びに来た、歌いに来た、遊び、お話ししに来ましたって。暇を持て余しましたが、早く終わりすぎて、ちょっとなんか話すことがなさそう。何カノンがですか。そう、カノンはなんかいろいろあったはずなのに忘れちゃったんですよ、話すこと。そうなんですよ。じゃあ何を話しましょう、うん、何を話しますか。あ、運動会の科目、うん、あーいいですね、急に MC 感がすごい。じゃあ運動会について話したいと思います。はい、今年はまあまあ今年とかじゃなくて運動会で一番一番好きな科目は何ですか。好きな科目ね、うん、もしないとしても、あ、自分たちはやらなくてもってこと。うん、うん、保育園の時だったけど、うん、縄跳び、ああ、
縄跳びね、縄跳び競争みたいなのをやったんだよね。あれは本当すごいですよ。自分で科目じゃないか、種目か、科目って来てる種目か、科目はあれか、科目はあれだ、あの理科とか、そう、教科の方だったね。種目だね、縄跳び。ああなるほど、まあ自分で作る。ああ、ね、そうですね、裸足でやるんだよね、しかも痛い。運動場を裸足で走る、三つ編みを覚えて頑張ってやってた。スル、うんうん、ちゃんは 50m は何秒だったのって来てるよ。内緒なの、ちょっと遅いよ内緒って言ってますよ。あんまり早くはない。まあ、カモもあんまり早くないですね。スルちゃん、まあ、早そうなんだけどね、いつも走ってる時とか。いつも走ってる時より遅いよね。なんで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 、じゃ目標をじゃあ決めたらいいんじゃない。例えばもうあそこに何か何かがあるとか、もう遅刻しそうとか、そういうのにスヌがおる、あスヌがいると思ったら早く走れる。これからやってみよう。やってみてください。星になっちゃった。最近の運動会のどんな種目、え変わらないよね全然。あ今年ね、しっぽ取りがある。しっぽ取り、めちゃめちゃ違うんだけど、もうジェネレーションギャップが。しっぽ取り、しっぽ取りをやるの。あ、なかなか、ね、あんまり触れなくていいもんね、しっぽだからね。しっぽだから、しっぽだもん、ディスタンス引っ張るだけ。なるほどなるほどね、しっぽ取りね。しっぽ取り取れないときちょっとイラッとするよね、触ったのに触ったのに取れないのみたいな。あとなんかこっちでこうやってやってる人見ると、取れないってやってるんだって。ああギリギリの線でこうやってやって取られないようにしてる子が。ギリギリの線、あの線、あ出ちゃいけないよみたいなところのところでもう入れないように、こ取られないようにこうやってやってる人いるじゃん。いるの、わからないけどそういうのがあるらしいです。すごいですね。こんばんさんちゃん、小学校の頃足早い子がヒーローだったね。ヒーロー、ほんとヒーロー。本当にね、8秒のモテモテだよね。モテモテだよね。俺そうだって本当に本当にそうなの。飴探しは得意ですか。だって飴探しってやったことないかな。飴探し、なんか飴、うん、1階から2階に来るときはお宝とかはある。最速だ1階から2階は最速ですね。スヌイツはもう最速だもんね、うん、しっぽ取りみたいな。雨の動物、雨の動物、騎馬戦や組体操。今騎馬戦、あなんかねニュースとかになってるね。カノンはありました。騎馬戦も組体操もギリやってた。組体操はあるかもしれない。ある。スヌが2年生ぐらいまで、あと1、2年くなくなった。でもんだって今時期が、あーじゃあしゃあしゃあ、そういうことか。そうカノンの時はあのすごい大きいやつも作りました。組体操まだ普通にあった。めちゃもう全員競技みたいな、そうそう豪華な組体操。そう騎馬戦って何。騎馬戦はあの手をこうかな、どういう風だったか忘れちゃったけど、組んで、あ違う違う忘れちゃったけど3人かな、前の人とか、まあ、手を組んでそこに上に人が、人が乗って、そうそうそう、でなんかわーって、そうそうそう、帽子取り合うやつ。危なくない。そうそうそう、危ないからっていうのもね出てたよ。楽しそう、しっぽ取り。時間だけは別に事務所に行くね、早めに。ああ行ってらっしゃい。行ってらー、行ってき、行ってらー。ねコロナの影響も。じゃないや、行ってきだ、行ってらー。すずちゃんモテるのだって、そりゃまあね、あのデリデリケートな質問なんで、カノンはあえて聞きません。うちは増速リレー、増速ケンケンに始まり、え最後は10人のか、あいろんな足をしてやるのやるやつか。ムカデはありますよね。あります。やったことはないけど。そういえば今年ね、あの1学年の時2つのやつしかいない、種目が、うん、しっぽ取りと徒競走。徒競走やるの。徒競走はでも結構みんなやるじゃん、うん、徒競走は違う、4年生だけだった。え今年走らないのじゃあみんな、うん、運動会で走らないとかあるんだね。うん、ちょっとだけいつもね
運動会より短い、うん、から、うん、そうだよね。この中に飴が入ってて探すやつはあのテレビでしか見たことない。口で探すやつだよね。テレビでは見たことある。もう粉まみれになってやるやつでしょ。棒倒しはやらない。棒倒しやったことない。50巻と終わってありがとう。借り物競争もあんまやらない。あ、借り物競争やる。あの3年生の時レクでやった。あ、レクリエーションでね。レクリエーション。雨じゃなくて雨だね。雨降ってきちゃった。今何分？今42分あとちょっと運動会の話ができます。外でも見てね。そうだよね。棒倒し、棒星が綱引き。あ、綱引きは去年やったね。綱引きのあの思い出はもう体操服がすごい汚れる。もうここが抹茶色。本当にその後の科目とかさ、恥ずかしくなる。恥ずかしくなる。玉入れの思い出はなかなか入らない。長いです。あとなんかすごいカゴの膨らみ具合、その入れるところの膨らみ具合によって揉める。赤の方が、そうそうそう、白の方が絶対入りやすいじゃんとか言ってしょうもない争いをしますね。で、玉転がしの思い出はあの全員であの回す時があったんだけど、カノンの時は昔ね。今もある。あ、 今, ある。今はねコロナあるからあれなんだけど、あのほぼ触れないよね。もうワンタッチで流れてく大玉が、もう勢いでついちゃう。やんなくてもゴロゴロいくって感じ。そうそうそう、やらない人もいる。あ、でもすぐね1年生の時ボール渡しがあった。あー、あったね。あとブルーシートの中をくぐるみたいな。あー、いろいろあったよね。体育委員の人がブルーシート持ってその中をとにかくくぐるって、うん、自分はリレーのアンカーでした。すごい。ボール倒しは必ず権力が大きい。どういうこと？台風の目。あ、台風の目はありますね。それ行く。何を？時間的に。何を行くの？下に。あ、行く？あ、いいよいいよ。いいよ。挨拶してく。はい。行きますね。はい、じゃんけん。お口で言ってくださいね。じゃんけん見えないので。これちょっとさ、目の前にさ対決する人がいて負けちゃうと悲しいよね。あ、本当？じゃあ やめとく？いや。やる？いっせーのーで、すーちゃん、じゃんけん、じゃんけん、ぽい！おー！負けちゃった！あ、ぽいって言っちゃった。ぽい！はい、すーちゃんは、パーを出しました。あがのはグーを出したので負けちゃいました。なので、チョキを出した方は、すーちゃんに勝ち、そして、カノンに負けです。はい。ぽいって。あちゃー、ぽいって言っちゃいます。はい、はい、ではバイバイ。バイバイですか。行ってきます。行ってらっしゃい。あ、今日ね、うん、あの、あ、しっぽ取りの練習します。はい、頑張ってください。行ってきます。しっぽ取りに練習とかあるんだね。行ってらっしゃい。しっぽ取りやっぱ勝負ですからね。はい、寄り道しちゃダメよって言ってら、それじゃ寝てるよ。それじゃ、はい、ぽいぽい、や、捨てちゃって、ぽい、行ってらっしゃい。元気よく旅立っていきました。運動会ね。運動会はカノンはあんま得意なものがなかったので、あんま好きではなかったですね。そう、あんまり好きではなかった。そう、楽しいのは楽しかったけど、あんま好きではなかったです。すごい日焼けを、うん、そんな時気にしても意味ないぐらい焼けてたのに気にしてました。しっぽ取られたいだって。お、あ、ゆちのちゃん、あ、そうだ、すごいコメント飛んじゃった。インスタライブだったっけ、読み間違えたかな。ねえ、ゆっち、ゆっちー、つんちゃん気をつけて。スキム運動会、あ、そうなの。運動会、そう、カノンのところは多分もうカノン通信なんですけど、通信ないですね。ないです。仕事行ってきます。さんちゃんもいろいろ頑張ります。なんて読めばいいですか。少々少々フォーチートグループの運動会が懐かしいだって。やりたい。
ね、今はまあコロナもあるから難しいでしょうね。さあ、じゃあ今日はすねちゃんも言ってることですし、歌を歌って終わろうと思います。運動会初手じゃないね、絶対いろいろじゃないと、もうもろ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 とかがな。好きな種目はお弁当。その通り、一番大好きだったよね。一番大好きだった。スヌケの定番はピクルス。ピクルスはずっとあった。ピクルス、お稲荷、焼きそばは定番。あ、ピクルス、お稲荷、焼きそば、唐揚げは定番。もりもり？え？もろもろ。運動会やらない学校多いかも。そうだよね、コロナで。あれ何曲とか出てこないや、 SKE 数えないと分かんないです、何曲入ってるか。何々あさって、しあさってって読むのか。これはもう生誕祭じゃないか。そうなんだよ、マロマロ仕事行ってらっしゃい、バイト。おはようございます。ピクルス、そう、あのピクルスすごい、あの何すごいすっきりして暑い時にすごいいいです。何歌おうかな、何歌おうかな。家の近くにピクルス食べ放題のバーベキューって、めっちゃ行きたい。稲荷は俵、三角型俵、俵かな、あの三角じゃないです。お待たせせっりーあの夢。じゃあ今日はこの曲でいきたいと思います。遠くにいても、遠くにいても、さっきちっちゃくしちゃった。今日は髪の毛がふわっちゃってて、ちょっとピエンです。ゴールデンウィーク明けて休み向きで大変。さんちゃんはどうかな。さんちゃん大丈夫大丈夫。あなたにちょっと遅れてついてゆく、いつだってこんな感じで近くにさせて、全く分かっていない人、どうしてそんなに早足で歩くのかな。商店街人混みの中で見失いそうになったけど、曲がり角のタバコ屋の前で待ってくれてた。愛を語り続けるたいよ、若げた時に不安になるもの、明日は来るのに。それより何も語ろうとしない、寡黙な好きなあの優しさに癒されたい。あなたの背中信じてついてゆく、私には地図はいらないし、どこへでも行くよ。そう照れやだから、手をつないだりしないけど、さりげなく見守ってくれてる。歩が狭いその分だけ私は必死に歩いてる。流れる汗とか弾む息に気づいたの。見失いたくないと思う、その T シャツが眩しすぎる。それを人は生きがいって呼ぶのだろう。強い意志を持ってる太陽は自信過剰で共感できない、優等生だし。真昼の空に浮かんでるような寡黙な隙間の不器用さが大好きなの。
てどんなにも並んで歩けなくても構わない、時々は振り向いてみてね。しまったので、ちょっと一曲しか歌えなかったんですが、行きたいと思います。遠くにいても空は続いてる、同じ時間が流れている。うん、あ、初見さん、はじめまして。鬼滅、あ、あんま読んじゃダメだった、失礼いたしました。今ルームフォローしました、よろしくお願いします。ありがとうございます、お願いします。お名前がね読めないんですよ。知ってましたか、知ってました、知って、知らなかったらね、あの、なんで読んでくれないんだってあれかもしれないんですけど、ももたさん流してきます。そう、今日はもう終わっちゃうんですけど、ありがとうございます。それと昨日僕の妹の家誕生日会やってきの誕生日やったんですか、ん、お誕生日だったんですか。あ、妹さんがお誕生日なんですか。まあでも誰でもね、ハッピーバースデーはねやっぱ祝うべきなのでちょっとよく、ちょっと誰かわからんけど、バースデーします。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー to you。 おめでとうございます、おめでとうございます、よろしくお願いします。愛知県出身16歳のさんちゃんこと奏でる音とか言って沢田かのんです。あと4分、あ、急がなきゃ。ジャスティンビーバー、アイオのサンダル、マジで、もろもろ、さんちゃんと1日違いの明日が誕生日です、だって。お、出ますよ、一番最初に、そうそう、一番最初にまだカノンがショールームに慣れてない時に、そう、どうしようってなって、皆さんの誕生日をね、そう、全員覚えたいけど全員覚えることはほぼ不可能じゃないですか。なので、あの、誕生日の方はぜひ教えてくださいねって、もう全力でお願いしますって言って話したんですよ。その時の一番目の人だったから、あのね、忘れようにも忘れられなかったですね忘れられなかったですね、はい。それでは、おめでとうございますは明日ですね。明日また言ってくださいね。当日言ってもらったら、あの、やるっていうのがカノンのあれなので、ぜひ明日ちゃんと教えてください。僕は誕生日だぞ今日って言って、そしたらもう全力でお祝いしますんで。
さあそれでは今日も13位からサンデスタイム張り切ってどうぞ。13位サンです、ありがとうございます。12位サンです、ありがとうございます。11位サンです、ありがとうございます。10位サンです、ありがとうございます。9位サンです、ありがとうございます。8位サンです、ありがとうございます。7位サンです、ありがとうございます。6位サンです、アットマーク100ファミリーペコリゴン、ありがとうございます。5位サンです、アットマーク100ファミリーネットワーク、ありがとうございます。4位サンです、アットマーク100ファミリーチェック、ありがとうございます。そして3位サンです、アットマーク100ファミリーヌドゥイ、ありがとうございます。そして2位サンです、アットマーク100ファミリーマロマロ、ありがとうございます。そして今日の第1位はどうしようかな。さんです、アットマークおみやくファミリー、ありがとうございます。そして今日の85位やっこさんはおーさんです、アットマークやっこファミリーついてるけど、あなたもぜひやっこファミリーになっちゃってくださいね。はい、おめでとうございます。そう、やっこさんになってもあのアットマークやっこファミリーがついててもあのそのセリフを待ってる方もいらっしゃると思うので言うんです。はい、超絶猛烈に最高に銀河いってる、なんて銀河は美しいのだろう。はい、よかったですね、びっくりだ。ジャスティン・ビューバーさん、良い一日でありますように。じゃあもうあと1分になっちゃったので、少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。それでは今日もこの辺でまたごやーね、ルームフォローありがとうございます。お疲れ様でした。またねー。明日いつ配信だろう、決まり次第もう入れます、なるはやで。バイバイ、また来るね、ありがとう、バイ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 。おー、ああら、そうカノのとこではやっこさんだったよ。元気でね、ありがとう、バイ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 、おやすみ。今日は何やろうか迷っちゃった、ドゥルドゥルドゥンの時に俺は丸直すことにしました。